パパパッパッパッパードゥクドゥーン、パーパカパッ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 パードゥクドゥーン、パーパカパッパッパッパパパパパパー、レディース&ジェントルメン、お集まりいただいた皆様誠にありがとうございます。司会は私斉藤、あ司会は私こうちゃん選手、そしてパーパカパッパッパッパカパー、真っ裸王国の第一王子峰新司、新司パーク、ふー、真っ裸王国第一王子の峰王子、こんにちは。どうも、新司パークです、よろしくお願いします。あんたの流行り物入れていい時間じゃないのよ。いや、俺も解明する。ダメよ、あんたの流行り物入れていい時間じゃないって。新司パーク、あ、これってしゃもじさんの集合パークと被る。いやいやいや、確かに、確かに、確かにそうだね。JY パークじゃないね、集合パーク。え、あれ JY パークからじゃないよね。違うでしょ多分、ね、え、すごくね。そうじゃん、集合さん。え、新司パークは集合パークからって聞かれる。ちょっとやめとこう。ミネ、ね、うん、王子でいいや。ミネ王子もミネ王子でいいよ。でもなんかすごくない、うん、芸歴だって結構しゃもじさん上じゃん。上。え、でもいつから集合パークか分かんないけど、でも。いや、多分 JY パークより先だと思うよ。JY パーク結構長いぞ。集合パーク。結構長く歌手やってるからね、JY パークは。あ、そうなんだ、うん。芸歴長いんだ。長い長い長い。なんかすごいね、パークって名前いいね、うん、でもパークいいよね、うん、ミネ王子よくない、でもなんかミネ王子か、王子キャラいるんだよもう。そっか、まだ売れてない王子キャラがさ。いやいや、たくさんいるけど、うん、そういうのはいるでしょ、うん、そこに仲間入りすることになる。嫌じゃね、嫌じゃね、いいじゃん、新しい、なんか王子おもろいもんだって。王子じゃないよ、今一番先に浮かぶ王子はあの王子だけどね、あの王子でしょ、ね、金髪のでしょ。面白かったよね、うん、いいよね。王子じゃない、なんかまだ売れてなくてさ、いいキャッチコピーというか、うん、なんていうんだこれ、あ、第一人者ネームみたいな、はい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 、なんていうんだこれは、なんていうんだこの、なんとか王子みたいな、王子の部分、なんていうんだ、なんて、わかんない、なんていうんだ、わかんない、付属品、付属品、またの名を、またの名、またの名でもないな。なんて言うんだろうね、総称というか、何々王子とかね、うん、あの王子の部分ってなんて言うんだろうね、なんて言うんだ。あだ名でもないでしょ、 お笑い芸人って職業でもないからね、うん、王子っていう、まあ、職業みたいなもんじゃないじゃん、キャラの、うん、あだ、カテゴリー、カテゴリーカテゴリーキャラのカテゴリーは王子ですじゃねえもんな。でもカテゴリーみたいなもんだよね、なんだろうね、なんて言えばいいんだろう、なんて言うんだ、カテゴリーでいいんじゃん、サブネーム、あー、かっこいいじゃん、サブネームって言おうか、うん、サブネーム、うちらなりのね、サブネーム考えようか、うん、ミネで、こっちはまあ選手っていうサブネームなのかな、選手っていうサブネームだ。選手でしょ、この流れだったら選手っていうサブネームだ、何々選手ってきたらさ、こっちの選手の仲間いるじゃん。いや、まあ確かにそうだね、なんか何々選手みんな集めて競技できるねみたいなさ、うんうん、イベント催しもなっても面白い。いやいやいや、なんかそのアスリートの中にうちぶち込まれても困るのよ。じゃあ俺ミネコーチ、コーチの中に。ミネコーチとこっちゃん選手。キモ。よくない？面白いけど、うん。シンジコーチの方いいんじゃない？シンジコーチか。ミネコーチだけどね。まあ、ミネコーチかやっぱ。ミネコーチとこっちゃん選手で。っていうコンビ。うん、ランナーっていうコンビ名称。ランナー。197すら解明してじゃん。うん、ランナー、ね。ランナーって英語さめっちゃしにくいと思うよ。ランナーしづらいかな。いや、しにくいよ、だって。だってもう赤もみじの坂田がね、うん、昔パスタっていう、え、何名前にしたのあいつ、コンビを組んでて、あ、そうなんだ、うん、パスタは厳しいね、パスタはもうエゴサしにくかったって言ってたから、うん、あんまり関係ないけどさ、うん、あのみんなの歌でさ俺一番好きな曲さ、うん、ランナーランナーって曲あったな、え、知らない、何それ、いやー、これはね、歌える、ね、覚えてる、なんか泣いても立ち上がれみたいな、え、何それ、立ち上がって走れみたいな、なんかね、そのアニメもね、うん、なんて言うんだろう、まあ教育テレビっぽい感じのアニメなんだけど、うん、なんか泣けてくるような、へ、泣けてくるようなアニメで、ごめんなさいね、たまにさランナーランナーでもいいけどね、俺
ランナーその意思を受け継いで、まあ、ハンターハンターっぽい感じもする、ね、あランナーかけるハンター、ね、ランナーかけるハンターもランナーをハントする人だったランナーランナーないやめっちゃなんかあのミネの言い間違い結構私さなんかいろいろ聞いてきてんだけどなんか意味合い変わったりさギャグみたいな言い間違いしちゃうもんね俺今のもランナーハンターみたいなのもなんかとっさにこう違う俺脳みそ働いてないというかさショートしてそうなっちゃったのバチバチってなって多分ねショートかなんていうんだ、うん、俺省略したいっていうかさうん、そうだよね。字汚いじゃん。うん、字汚い人って頭の中の回転が早すぎて手が追いつきてないのよね。それよく言うよね、うん。だから俺も頭の回転早すぎて、うん、口がもう追いついてないから、いろいろ省略して、もうランナーハンターってやつだな。字汚すぎてさ、うん、ネタ書くじゃん、前日に。うんうん、翌日読んで読み返して分かんないでしょ。翌日は分かんないね。当日はいけんのよ。当日は、うん、あの、記憶が消えそうで消えないあそこにあるからまだそれとなんて文字をヒントにやるからまだ次の日解読できないもんね解読できないだ最近さだそういうネタのアイディアとかも、うん、俺 iPhone のメモ帳にするようにしてるからああそっかお絶対忘れないのよあそうだよねこれは本当にすごいいいんだけど、うん、でもさ俺アナログ派だったよこんなそうだよね文字書くの好きだよね文字書くはもうひたすら文字書く派だったじゃん、うんだから文字の何がいいって、うん、感情とか載せれるあーなるほどねそうだよねチンコでっかいやつみたいなのもさ、うん、これ iPhone のメモ帳で書くのと紙に書くのと全然違うまあそうだね、うん、でっかいやつあでっかいやつみたいな言い方やったら確かに面白いなみたいなわかるわかる、うん、そこなんだよね、うん、でこうそいいんじゃないでも汚くてもじゃあ汚くていいのかな、うん、こうネタをねこうネタなんかさ、うん、ライブ前にさ題材がバーって書いてあるやつを見返す時あるじゃん、うん、あの時にやっぱ iPhone のこのメモ帳で見ると、うん、全部面白くなく見えちゃういやわかるよわかるわかるわかるでしょやっぱね、うん、字で書いてる方がおもろいんだよねおもろいでしょわかるわかる、うん、そうなのよやっぱあっち側を参考にしてこうやってなんか見る方が俺好きなの、うんうんうん、まあ逆もしっかりだけどねやっぱこの、うん、なんつうの味気のないさ、うん、文字の字列だから面白いみたいなとこもあるかもしれないけどん真逆のこと言ってるいやだからまあ逆もしっかりなんじゃないって iPhone の文字面で見た時に面白いやつ、うん、ものもあるもあるんじゃないあないけどな特にないか特にないえあのニコジョッキーでさ言い間違ってた、うん、あれなんて言ってたんだっけみなくんあじゃああのあれね宇宙人、うん、なんかこの世を、支配してんのは、うんまあ、フリーメイソンでフリーメイソンの上位互換、うんまあ、トップオブザトップが、まあ、イルミナティっていう種、ねうん、そうよく聞くねイルミナティ、ね、イルミナティはの人間は大体実は人間じゃなくて、うん、レプティリアンっていう、あ、そうだ宇宙人なんだよって話した時に、うん、なんか有名人をねいろいろ言ってったのよねそうそうそうあれも実はレプティリアン で、うん、で今回の岸田首相もレプティリアンなんだよっていう、うんまあ、その証拠とかも挙げてたんだけど、うん、嘘だろみたいなね、うん、都市伝説としてね都市伝説としてね、うん、遊びで言ってたんよねでオバマ大統領も実はレプティリアンなんですみたいな、うん、話してる時に、うん、なんか話が盛り上がりすぎて、うん、オバマ大統領オバマ大統領大トゥーリアンは面白いよね。やばいよね、あれね。オバマ大トゥーリアン。これはね、俺もね。もう、そういうエイリアンじゃん、もう。そういう。でっかいエイリアン。オバマ大トゥーリアンだから。面白い。大きい緑のトカゲが浮かぶよね。大トゥーリアンは。あれ面白かったな。いや、言い間違いね。みね、多いよね、言い間違いね。多い、本当に多い。うん。ないでしょう。なんか、口大きく喋った方がいいかもね、ミネ君。口大きく喋、お、いや、この波形を見るとね。うん、大丈夫かな。いや、大丈夫大丈夫。波形大きく出てるから。いける？大丈夫か。音量的には問題ないはず。音量的には問題ないか。さっきさ、さっきさ。はいはいはい、何？なんか、一番落ち着く瞬間ベスト3をちょっと調べてたんだけどさ。うん。一番落ち着く瞬間ベスト3って調べたら、うん。一番上にね。うん。一番落ち着く瞬間ベスト3、うんうんうん、一番上にさ、うん、会社を辞めたいと思うランキングができちゃって一番上にいやもう全然正反対じゃん全然違うじゃん、うん、何それえ何それ Google 使ってる Google 使ってる Google あじゃあ Google じゃない Google でしょ Google か Google だよこれ、うん、Google でそれありえんのないやなんか検索で言えんじゃんアホすぎるよね、うん、ちなみにさ会社を辞めたいと思う時ランキングうん
じゃあ1位、はい、まあ、これはもう誰もわかるね、職場の人間関係が悪い、うんうんうん、それはね。2位は、理不尽な扱いやしつけを受けた、うん、3位、仕事量や残業が多い、休みが取れない。まあ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 。4位なんでしょう。4位、あ、もう休日終わる時じゃない、仕事辞めてって思ったの。休日が終わる瞬間、うん、違います。え、なんだろう、出勤、金、あの出勤時間、あの金、あの満員電車、満員電車、うん、満員電車、満員電車はね、ない。え、珍しい。満員電車意外に辞める理由にはなってる。どこの国それ、日本じゃないの。ジャパン。ジャパンでしょ、うん、満員電車結構嫌でしょ。いや、ない。うわ、すごい。俺だったら辞める理由1位それだけどね。いや、そうだよね、満員電車だよね、うん、5位が上司と合わない。あ、4位なんだ、絶妙に意味わかんないな、うん、結構賃金正解です。あー、なるほどね。まあ、まあ、その流れで言ったらそうかっていうらしい。でね、これ意外だったのが俺、はい、8位。8位、うん、何だろう、8位。意外な、意外なんだ。意外というか、あ、これ理由に、あ、入るんだみたいな。ええー、もう仕事辞めたい、うん、でも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 こう言って辞めた人はいるなと思う。あー、休みの融通が効かない。いや、違う。ん、正解は、うん、やりがいがない。はあ。え、わざわざさ、その仕事選んでさ、その仕事やりに行ってさ、うん、やりがいがないって言って辞めるんだよね、うん、これやっぱ面白い現象だなと思って。面白いよね、うん、まあでもしゃーなし、やっぱそのね、なんかその職場に就いた人もいるだろうから、うん、まあね、別にね、お金がないからお金稼ぐために行ったけど、結局やりがいなくて、うん、やりたくねえ。だから8位なんじゃない。だから8位なん、うん、もうやりたくない仕事ばっかの人が やりに行きまくってるというか、うんうん、だったらまあ8位だ。でもこのやりがいがないが今8位じゃない、これが1位になった時、うん、これとんでもないなって俺思うんだけど。いや、もう結構なあれでしょう、もうなんて言えばいいんだろうな、こういうのは結構なあれでしょうとか言ったけど、なんかだいぶしんどい社会になってるね、それは、うん、これは。いや、俺思うにね、はい、もう人が仕事する意味がなくなってる時代だと思う。あー、なるほど、うん、何やってもやりがいがない、俺らがやんなくてもいいじゃんみたいな。そう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 、ほぼほぼそういうことだと思う、うん、俺らいらなくねみたいな、うんうん、ってなってるってことは、やりがいがないが8位だけど、これがだんだん年々上がってって、うん、1位になった瞬間が、うん、もうこの世の終わりだと思ってる研究結果あんのよ、その、そ、人間が仕事なかったら、うん、人間は必要かどうかっていう、これすごい議論分かれてて、うん、今すごい白熱してるらしいんだけど、この人。でも結構その有識者の中でも、仕事がないと人間は必要ないって言ってる人多いのよ、本当。あ、そうなんだ。そうそうそう、だからこれやりがいがないが1位になった時は終わり、うん、俺はもう子供を残さないかもしれない。なんでこう胸に手を当ててお前言う。いや、ない、人類の歴史に終止符を俺は打つかもしれない。いや、そういうなんか宿命を俺背負って。ああ、そうなんだ、うん、なんか私もさ、うん、あの最近検索エンジンで調べたんだけど、うん、あのセックスアピールってよく言うじゃん。うん、はいはい、セックスアピール言いますね。言うよね、うん、セックスアピールって何って思う、うん、たのよ、うんうん、思うかな、思うくない、かな。セックスアピールって、セックスアピールちなみに何だと思う。セックスアピールって自分の性的なものをアピールするってことでしょ。はあ、お前分かってんな。みんなそう思ってると思う。いや、私はもう、うん、腰を振りながらこう近づいてくることを想像してた。サンバ、サンバ、こういう感じでセックスアピールしてきてる、うん、セックスアピール、これサンバだと思った。サンバみたいな。そう、腰をこうやってね、うん、振りながらこう、確かに一番アナログなセックスアピール、うん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 、みたいな、うん、だからす感じだと思ってたんだけど、うん、まあ、実際調べたら、うん、まあセクシーみたいな、セクシーみたいな、まあ、女性も男性もこう自分の、うん、まあ、そういう魅力的なところを出すのがセックスアピールですみたいな、ね、書かれてたね。まあなんか、まあいいよ、ちょっと話し続けていいよ、この後話しましょう、うん、で、このあ、なんか調べたやつ見たいな。ちょっとみなくん携帯貸してくれない？あ、いいよ。じゃあ俺ちょっと思ったこと言わせてもらっていい？何？あのセックスアピールって、うん、いや、要はその例を挙げるとさ、うん、私彼氏いませんとかさ、うんうん、なんていうの、こういう経験がありますとかって言うだけでもさ、それはセックスアピールじゃん。
と思うんだけど、はい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 、それも、うん、確かにセックスアピールでしょ。セックスアピールで、うん、セックスアピールはちなみに本当に性的魅力、うん、異性にアピールする性的魅力のことですっていう感じのやつで、うん、私がね、うん、見た記事があって、うん、このなんつうの、まあ私が見た記事ね、うん、まあ多分一番上に出てくるやつだと思うんだけど、うん、まあそうセックスアピールのその魅力的な、うん、そのなんつうのものを伝えてるわけよ、まあ、チラリズムとか香りとか、うん、そういうなんつうの所作とか、うん、姿勢とか、うん、感情あるね、うん、書いてあるんだけどさ、なんかそのセックスアピールっていうのをなんか動詞として使ってんのか何なのかみたいな、なんつうの文脈が変で、NG なセックスアピールとか、うん、まあ動詞だろうね、なんかセックスアピールを身につけるとか、形容詞かな、じゃあなんだセックスアピール身につけるとかセックスアピール高めるとか言ってんのよ、うん、なんかもうさ何これみたいな、いや、ね、気持ちはわかる、気持ちはわかる、わかる、だからそれに直結する何か動作なり、うん、なんていうの、見た目なり印象なり、うん、まあ、それに直結する何かでしょ。ああ。うん。まあ、そこはまあ区別ないんだろうね。そう、めちゃくちゃ意味わかんなくて。うん、じゃあ斎藤がさ、うん、同性がやって嫌なセックスアピールは。それは女同士でいるとき、うん、それとも男女で遊んでるとき。男女で遊んでるときだね。男女で遊んでるときは、まあ、あれだよね、私と一緒にいる女の子がその男性に向けてやってるセックスアピールってことでしょ、うん、そう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 、まあ、1個目はやっぱお酒飲んで「うーん」みたいな言って笑ってこう「うーん」みたいな笑いながらこうとんでもないブスの友達がいるんだな、違う違う、めちゃくちゃ可愛い子が、うん、その男性に向けちょっと今の言葉が変だったけど、うん、お酒飲んで、うん、こうはにゃーみたいな感じでこうやってんのは私はちょっと気持ち悪いってな、気持ち悪いよな、気持ち悪いってなったりとか、うん、あとなんか元彼との話をするとか、なんかそのなんかなんつうの、でまあ別にいいんだけど、その本当に付き合いたくて落としに行ってんだろうなっていう感じだったら別にいいんだけど、うんうん、元彼の話って何の意味があるの元彼の話っていうか、まあ、彼氏の話とか、その今付き合ってる人がいるのに来てるみたいな、なんつうの、そういう風に男性にセックスアピールをする感じ、うん、あわよくば、うん、なんつうの、浮気したいみたいなこと、浮気したいみたいな感じとかね、あ、だから自分の彼氏の悪口を言うみたいなみたいなとか、あ、なんかそれもセックスアピールかもね、確かに、なんつうの、彼氏がいるのになんかめちゃくちゃうかつにボディタッチしまくったりとか、なんかそう、あわよくばみたいな、ね、好きになってくれねえかなみたいな感じの雰囲気をやられている感じは、うん、私はちょっとおーきめえことやってんなとはなるけど、まあ基本的にでもこう同性のセックスアピールって、うん、まあ、嫌悪感を普通は抱くと思うんだよね、うん、生存本能的にも、うんうん、まあ、別に正常なことではあると思うけど、うん、斉藤さ、俺結構過剰な気すんだよね。何は？いやでもまあ、何がですか？何がですか？クイズ。女性がかな、でも女性がかな、うん。恋愛とかに関してさ、女性の方がそれは積極的だし、うん、まあまあまあ、興味もあれば、うん、何ていうか、そこのプライドは高いと思うんだよね。うん、なんかね、女性がなんかそういうことをしてたら斉藤ムッとしてる。結構見かけるのよな。いや、そこまでムッとしてない。ムッ。なんてな。最初顔にムッて書いてあるから。なんてない。いや、なんか気持ち悪いって思っちゃうのかもな。なんか気持ち悪いと思うんだろうね。うん、でも別にそのなんつうの、落としにかかる分にはいいよ。合コンとか、うん、そういう場なら別にいいんだけど。うんうん、じゃないのに、うん、そうそうそう、お前の周りの女の子が、うん、こう色目使ったりすると、うん、むっ。いやいや、そこまではな。ちょっとでも怪しい動き見せたら、むっ。いや、なんだい。なんかなってる気すんだよ。なんだいって、それミネが私に対するその偏見だわ。いや、どうだろうな。結構寛容よ。私だって、うん、いや別にどんちゃん騒ぎになってようが、斉藤はカオスフィールドになってようが、なんて言うだろう、自分であんまり
見せないタイプだと思うのよね。女女しいところだって気持ち悪いと思ってるから。いやセックスアピールがね、セックスアピールが気持ち悪いと思うから斉藤自身は見せないから、うん、その横にいる女が出そうとしたら、うん、え私出してないのにお前出すの、いや違う、お前は出すのか高校で出してないのに私なんでって、出しよったこいつ、なんでだよ、あかん出しよったわ、なってねえって、もう無理こいつ、それはなってない、いやなってるし、それはミネが私に対するさ目がいかれてるわ、いや顔には出てると思う。いやちょっとでも私はちょっとこうなんかなんだろうな、やっぱ女の子の遊びには女の子しかいてほしくないし、うん、いやわかるわかる、それはわかる、男の遊びには男しか、いや本当にそう、本当にそうなの、俺は感じなんだよね、だから、うん、なんだろうな、うん、でもやっぱね男はさ、でもさ、うん、男がスケベなの顔に表情出てたら、うん、ちょっと嫌悪感抱く、それはまあそうだね。でもさ結局ね、もう本当究極の結論さ、うん、人によるよね。あ、そうなんだよ、うん、人にはなんか天性のものをさ、うん、持ってたらさ、まあ俺なんてさね、もしかしたら、いやわかんないよ、うんうん、天性のスケベのね、うん、ものを持ってるかもしれない、うんうん、俺がスケベなことしてもみんながハッピーになってるみたいなさ、あ、はい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 、だったらいいじゃん、うんうんね、だったらいいじゃんっていうのもおかしいけど、だったらいいじゃん、もう天性のセクシーの人がさ、うんうん、セクシーななんかさ、まあそうだな、だったらもうすごい絵になってる好きなことやればさ、うんうん、まあそういう子だしねみたいな、そう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 、うん、うわすごいやっぱ魅力的だなみたいな、確かに私もね、うん、それはあるかもしれない。で私も男女で遊ぶときに、うん、もう心構えできてたら別にいいの、うん、もうみんなで女の子でこうやって肩組んで、うん、今日はセックスアピールするぞあーって感じで開始して、もうまた日かっぴらいでさ、ね、うんウェウェウェみたいな、ここカットしようマジでいやいや小田選手が普段やってるやつじゃんそれ、おーやってねえよそこはまた開いてウェイウェイウェイってやってないでしょそれやってないよやってないやってない、いやだから、いや思うに、うん、やっぱ同性からの支持を得られるセックスアピールは、うん、OK、 これが起源なんじゃないかみたいな、セックスアピールの、うん、私のちょっと嫌だなって思ったやつが、そのあの同窓会、二十、うん、歳の時の成人式の同窓会があったの、うんうん、その時に地元の子たちで、うん、こう飲んでて、もう中学校とか小学校とかの子たちの飲み会なんだよね、うん、だからもう、うん、うわ昔のあの子たちみんな大きくなったねみたいな感じのスタイルなの、うん、もううわーみたいになって、うん、うわお酒も飲めるねみたいな、うん、本当にうわあんな可愛かったのにこんな男らしくなったんだとかさ、うん、まあ、あの何々ちゃん、うん、なんかこんな感じになったのとか言って、うん、可愛いねとか言ってさ、うん、こう昔のままのさ思い出がさこう一気に大人になる瞬間というか、うん、成人式の説明、成人式の成人式っていうのはいやいやいや昔の小さい頃の記憶が大人になった、いいよいいよ、成人式の時にでよかったら1分ぐらいなんか成人式の説明してたな今これね私の悪癖なんだけど、はい、でそれで飲み会あった時に、うん、まあ、簡単に言うとその中学校時とかに、うん、なんかこう男とか女とかを意識してない時代の子たちが一気に男とか女とかを意識してるのよ、うん、成人式昔も意識してました、してないです、昔はしてない、一番性欲高いの15歳の時です、中3の時ですえじゃあその時は分かんない、一番意識してます男は、いやしてないしてない、もう男女みたいになってて、いやなってすごかったんだから飲み会、前からなってんだよ、成人式の飲み会すごかった、あ、そうか、カオスワールドになってて、田舎だからあんまないのか、田舎はないと思うけど、みんなであの同じ教室でさプールも着替えてたんでしょ、うん、水着、ああ着替えてたね、中3まで、あれ中3の時どんな感じだったかな、もう全然普通に裸見せ合っても、いやそれはやばいだろうな、まあでもその同窓会でまあその、うん、なんつうの、まあ、ちょっとこうイチャイチャしだしたりとか、うん、こうお持ち帰りみたいなのもあったわけよ、うん、でそういう波がある中さ、うん、私普通にお母さん電話で呼んで、うん、こうワイワイしてるみんなを尻目にこうさこう車に乗ってこう帰る、お持ち帰りしなかったの、うん、お持ち帰りされなかったんだ、あ、まあ、されなかったっていうか、なんかそういう約束もしてないしね、いやいやいや、だって持ち帰らねえってさ成人式なんてつまんねえじゃん、お前みたいなやつがいるからさ、うん、ダメなんだよ、いや本当にマジで中学の時で好きだったやつとか、うん、やっぱ持ち帰んねえと成人式ってお前そういうキャラじゃねえだろいや持ち帰りは当たり前だよ、お前持ち帰り用のバッグ違う持ってきたってしょ、みんな
あ、何あの残りカスご飯の残りカスの話。違う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 、女の子よ。あ、女の子の持ち帰り。誰がお前女の子持ち帰ってる横で食べ物を袋に入れて持ち帰るんだよ。だそれ用のバッグって言うから。これが本当のお持ち帰りっつって、うん、あいつやっぱ面白いな、うん、面白くねえよ。一人でどっちゃん騒ぎしてんじゃん、ずっと。いやー、成人式な、うん、いや成人式さ、もうかれこれ、あなた参加した？しました。ああ、実家帰って。俺大めっちゃ不安だったよ、中学時代のやつらだから。あ、なんとかなんとか、あの、うん、乗り切ったって感じやな。ああ、そうなんだ。意外にでも、揉めてたよ、俺も中学校時代。あ、揉めに揉めてたけど、うん、やっぱ大人になってやると、もうなんかもう全部水に流して。あ、まあそうだよね。ほんと一切触れなく、うん、大人になってたの。楽しくね、みんなで。うん、結局ね、うん、いいやつやねん。みんな、中学校時代悪いことしててもみんな。ああ、まあ荒れたりとかね、うん、ヤンキーとかもいるからやっぱそれ。結局いいやつ。うん。悪いやつは成人式には来ない。来ない。ほんまに悪だから、うん、そうだね、うん、来ない来ないね、いい子しか集まらない、うん、さあ当たり前。はい、なんか質問あります？今日ですね、あの探したんですけど、はい、ちょっとあのめぼしい質問というか、ないと、あのいつもその答えさせていただいてるね、あの、うん、なんつうの、付き合ってるんですかとか、どういう関係なんですかみたいなのはすごい多数応募が来ていたんですけど、うんうん、ちょっとなるほど、あまりなかったので、じゃあ付き合ってるんですか、100票来たら答えるか、うん、いや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 、もう言ってんだよ、100票来たら結構ずっと言ってんの、うん、大丈夫、これ言ってるから、言ってるから大丈夫、うん、でなんかそれで、うん、そのまあ思ったんだけど、うん、まあラジオのねその質問にもあまりこう質問っぽいものが来てなくて、うん、っていう感じだったから、ちょっと今日は俺に質問、ああみんなに質問、うん、いいよ、あ、ごめんごめん、違ったのね。違う。違ったなら違うって言って、なんかしてよ。いや、別に、別に。いいよ、ね。私の元々の案が弱かったから。うん、なんだ、その案。蹴り出して。え、で、な、その案で聞いといて。この案、うん、私が、うん、夜が最近好きで、うん、夜を見んのが好きだから、うん、どの時の夜が一番いいかっていうのを話す。うん、じゃあ、それにしよう。もうそれ、でも、それはもう。みんなの質問の方が良くない？いや、いい。え、初恋はいつですか？うるせえ。ミネ君の初恋はいつですか？年少。年少。年少？年少の時には好きな子いた。え？四捨五入したら0歳の時にいたってこと？そうだね。怖っ。で、なんかね。怖くはないか。俺のちょっと怖いところでも言っとこうか。いいよ。好きな人が、まあ、できて、うん、なんで好きになったかも全然わからん、それはもうほんまに。年少だから。まあね。隣に座ってたぐらいのもんよね。うん。あのね、年少、まあ、年長、うん、小1、小2、小3とか上がっていくごとに、うん、好きな子、まあ、何か、まあ、できるじゃん。まあ、年一よ、ね、年一人ぐらいできるよね。うんうん。それは普通に、うん、その、別に幼なじみで可愛い女の子いたわけでもないし、うん、めっちゃ仲いい女の子いたわけでもない。うん。普通にみんなと平等に接してたら、うん、まあ、可愛い子は好きになるし、うん。なんて言うだろう。毎年一ではやっぱ、半年に一回かな。うん、好きな子できる、うん、みんなの名前覚えてた俺、女の子、女の子で好きになった子、あー、え、だから今も言えんの、今ね、ま、若干言えるけど、これ本名になっちゃうから、ね、うん、そっか、言えない、でも何人か本当に覚えてて、これ、うん、ほんまに気持ち悪くない、でも、うん、ちょっとすごいね、俺が好きになった子の一番最初から順番言ってくね、誰誰誰誰誰誰、その次誰誰誰誰誰で、なんとか時に誰誰で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 、次に誰々になって、いやすごで、この時二人で誰だ誰。年少でしょ、その後に誰だ、みたいな。もうほんま、こんな感じだった俺。地元で神童って呼ばれてた、もしかして、ね。呼ばれてた可能性あるね、裏では。一応ね、神社みたいなとこに建て祀られてた可能性もある俺は。なんかね、うん、すごいな。私なんかもう、幼稚園の頃好きだった子。うん、まあなんか男の子でいたかもしれないけど。名前とか覚えてる？いや、覚えてない、ほぼ。マジ？なんかさ、幼稚園の頃私怪我が多くて、うん、なんか言ったっけ、なんか朝顔の種をさ、うん、こう先生がこう分けてくれるんだけど、うん、みんなに一個ずつ、うん、で、はい、これコトちゃんねって言ってこうやって渡されたやつさ、食べた、鼻に詰めちゃって、鼻に、うん、なんかどれぐらいの大きさなんだろうって思って、うん、こうやってグッて詰めて、あ、こんぐらいかって思って、いつも通りこうやって鼻くそほじる感じでさ、取ろうと思ったら取れなくてさ、え、どうなったの、どうなったの、え、え、ってなって、先生、鼻から、あの、
言われて、ん？何？どこから種？って言われて、うん、鼻に詰めてると思わないからさ、うん、でも取れなくなっちゃって、うん、もうパニックも先生も、うん、なんでこんなとこ入れてんの？みたいになって、で延長室みたいなとこ行って、取ってもらったの？うん、取ってもらった。あ、取れたんだ。うん。危なかったねお前。いや、お前朝顔の種ってほんまにやばいの知ってた？え、そうなの？何が？あのね、うん、今幻覚剤って日本ダメじゃん、うん、市販で手に入る幻覚剤ってホームセンターの朝顔の種なの。あぶな。ただめちゃくちゃ苦いし、うん、なんかだからバッドトリップする可能性も高いみたいな話もあって、え、だから鼻から摂取がさ一番、いや多分噛んで飲み込むんだと思うけど、それ本当になんか吸って喉入ってたらバッドトリップしてもうよだれ垂れてたかもしれない今喋ってる最中。いや、なんで私がよだれ垂らして喋ってるの？あの時よかったなっつって思い出して。朝顔の種はやばい。ここもう本当にまあちょっとなんかまあ普通にネットにも載ってる情報だから言っちゃったけど、うん、朝顔の種もほんまにあやばかったかもね。ちょっとね皆さん気をつけてください。それはね、朝顔の種は朝顔の種危な。なんかもう鼻くそみたいな感覚で詰めちゃったのね。もう普通に詰めるな。でこうフンってやれば取れると思ったんだけど、うん、朝顔の種ってさなんか密閉されないわけよ穴に、ね、ちょっとね隙間がね、うん、だからフンってやっても全然取れなくてパニック。もう炎上怖い思いだな、うん、赤字に塗ってまったわ。さあということでですね、あの本日もラジオ終了ということで、はい、はい、まあ質問もねちょっとこのラジオコーナー、うん、ラジオの動画のコメント欄、そうね、ぜひね質問あればお願いします。ぜひお願いしますよ。何の話をしましたっけ。うん、なんだっけな。だからちょっとエッチな話とかしたか。セックスアピールの話だ。はい、まあいいですよ全然ね。はい、まあいいじゃないですか。はい、いいじゃないですか。いいじゃないですか。じゃあまあね、また、はい、締め方うんこだよね。おやすみなさい。バイバーイ。バイバーイ。